こんなにもいた。50歳以上で結婚した芸能人。皆さん、こんにちは。巷では、アラフォー、アラフィフ、アラカンで、結婚をする人も珍しくなくなってきていますよね。そんな結婚を目指す人にとって、芸能人の結婚のニュースは気になるかと思います。そこで今回は、50歳を過ぎてからで結婚した芸能人を、まとめてみました。どうぞご覧ください。浅野ゆう子さん、結婚時57歳。トレンディードラマを中心に活躍していた女優の浅野ゆう子さん。2018年1月11日、浅野ゆう子さんが公式サイトで結婚を発表しました。お相手は同世代の実業家の一般人男性。2017年末にゴールインを果たしたそうです。お互いこの年齢でとも思いましたが、この年齢だからこそ互いの健康に気遣いつつ、寄り添いながら穏やかにこれからの人生を歩んでいこうと決めましたとコメント。2014年に元夫の田宮五郎さんをくも膜下出血で亡くしてから未亡人でしたが、57歳で再婚。一瞬一瞬を大切に生きていかなければならないということを本当に昨年すごく勉強させてもらいました。出会いがあると絶対にやってくるのは別れですからね。そこに向かって日々過ごしていかなくてはいけない。でも支えてくれる方がいるのは宝物ですよ。その通りですよね。支えてくれる人を見つけた浅野ゆう子さんは本当に幸せそうです。市村正親さん、結婚時56歳。俳優として活躍している市村正親さん。そんな市村正親さんは2005年に女優の篠原涼子さんと結婚。市村正親さんと篠原涼子さんの年齢差はなんと24歳。結婚した時、市村正親さんは56歳、篠原涼子さんは32歳。2人の出会いは2001年秋の蜷川幸雄演出の舞台「ハムレット」での共演がきっかけだったそう。篠原涼子さんは初婚でしたが、市村正親さんは再婚。年齢だけではなく、そういうこともあってか、2人の結婚は当初篠原涼子さんのお父さんには猛反対されたと言われています。しかしその後、2008年に第一子となる女の子が生まれ、2012年には第二子となる男の子が誕生。現在71歳になる市村正親さんですが、精力的に幅広く活動されています。そんなバイタリティにも篠原涼子さんは惹かれたのかもしれませんね。石田純一さん、結婚時56歳。トレンディードラマで一世風靡した石田純一さん。石田純一さんが妻の東尾理子さんと結婚したのは、彼女が34歳で石田さんが56歳の時。石田純一さんはこの結婚が3度目の結婚でしたが、理子さんは石田純一さんの前妻や子供のことも受け入れてくれたといいます。50を過ぎて結婚できた理由として、石田純一さん曰く、理子がそれを受け入れてくれるのは、彼女が過去にいろいろな恋愛経験をして僕という男を理解してくれるだけの人間的な成熟があったからです。これがお互いに10年前だったら結婚まで至っていないかもしれません。家庭生活でもそう。理子はすごくきっちりした性格なので、これはどうなのと責められることもある。30代までの僕だったら道理や論理で正しさを主張していて大喧嘩になってしまっていたはずです。でも過去の結婚で学んだことは、そんな理屈は何の意味もないということ。負けるが勝ちじゃないけれど、妻と衝突せずに家庭を上手に運営していける男性こそが勝ちだと思うのですと、幸せな夫婦生活のポイントを語っています。さすが熟練のプレイボーイですね。加藤茶さん、結婚時68歳。ザ・ドリフターズの加藤茶さん。そんな彼の結婚は2011年の6月で、翌年2012年3月1日に盛大な披露宴を挙げたことでも話題になりました。2人の出会いは2009年のことで、まだ当時綾菜さんは学生だったそうで、六本木のお寿司屋さんでアルバイトしていたそう。そこに加藤ちゃんが晩ご飯を食べに来たのが最初の出会い。そこで信じてもらえないんですけど、本当にビビッときたんです。
あれは今でも不思議な感覚として残ってます。と綾菜さん、加藤茶さんも顔がタイプと思って45歳差だからすぐに言えず2回3回と通った、絶対落としてやろうと思って言ったと語っています。綾菜さんのご両親ももともと交際相手に厳しかったり世間体を気にする親ではないとのことで大喜びだったそう。でも結婚当初はメディアからはすごく批判されていましたが、現在でも仲睦まじく生活されているみたいです。バラエティ番組にも夫婦でたびたび出演されていますよね。中本浩二さん、結婚時71歳。1985年に8時だよ全員集合が放送終了すると、その後は俳優、歌手、作曲家ほか多方面で活動された中本浩二さん。プライベートでは2度の結婚を経て2012年、71歳で27歳年下の歌手御台純歌さんと再婚されたことが大きな話題となりました。しかし年の差もかなりあり、しかも中本浩二さんは2回も離婚されているのに、なぜ若くて綺麗な御台純歌さんを射止めることができたのでしょう。実は中本浩二さんは2006年に御台純歌さんの恋待ちつぼみという曲の作詞編曲をされており、それ以来中本さんの指示を受ける形になったそうで、この時デュエットをやるようになっていつの間にか離れられない人になっていったそうです。以前から2人はお知り合いだったみたいですが、中本浩二さんは御台純歌さんに対し、第一印象は記憶がないんだけど2回目に話をして美人だな、スレンダーだなと思った、二目惚れとコメントされており、一方御台純歌さんの方は出会った時からモテモテで女性が周りにいてジェラシーが湧いたことがあったとコメントしていて、どちらかというと御台純歌さんの方が中本浩二さんにぞっこんになったそうです。それにしても中本浩二さん、加藤茶さんといい、ものすごい若いお嫁さんをもらってるなんて本当に羨ましいですね。岩崎宏美さん、結婚時50歳。70年代のトップアイドルの岩崎宏美さん、そんな彼女は2009年4月29日に10歳年下のコンタクヤさんと再婚しています。コンタクヤさんとは1998年のミュージカルレミゼラブルの公演で共演したことがきっかけで交際に至ったようです。席が隣だったりホテルが同じだったりと偶然が重なって食事に2人で行くようになったらしいです。誕生日が同じ11月12日だったこともあり、親近感が湧いたようです。そしてしばらくして、よかったら一緒に住まないと岩崎さんからアプローチ、コンさんはそれを承諾、そして結婚に至ります。そしてコンさんも仕事を離れて話してみると底抜けに面白かった、竹を割ったみたいに切符のいい下町の姉さんと、コンさんは仕事ではかなり厳しい岩崎さんとプライベートの性格とのギャップに惚れ込んだようです。とても明るい家庭が想像できますね。バサール石井さん、結婚時56歳。2011年1月交際4ヶ月のスピード婚を果たした2人。当時ラサール石井さんは56歳、妻の桃香さんは24歳だったそう。結婚時桃香さんはまだ大学の薬学部に通う学生だったため、すぐに離婚するという批判的な声もあったそうですが、現在結婚8年目、今でも夫婦円満だそうで、ラサール石井さんは年下の妻をもらい、周囲から若くなったとも言われると語っています。さらに桃香さんも無事国家試験に合格し、現在は薬局を経営しているのだとか。しかもこの薬局はラサールさんが長期ロケで留守にしている間に、奥様が自己資金をため銀行からの借り入れも自身で行って開店させたとのことで、ラサールさんは一銭も出していないと言っていて、奥様も凄腕の経営者になっているみたいです。現在でも夫婦揃って徹子の部屋に出演するなど関係は良好のようです。郷ひろみさん、結婚時56歳。日本が生んだスーパースター郷ひろみさん、現在でも紅白歌合戦に例年出場するなど精力的に活動されています。そんな郷さんは2012年3
3度目の結婚を発表。そのお相手は徳竹里奈さん、郷ひろみさんの24歳年下で、郷ひろみさんは56歳、徳竹里奈さんは32歳でした。徳竹里奈さんは20代の頃、タレントとして活動していましたが、結婚時は大手化粧品メーカーの広報担当をしていたとのこと。芸能界での活動は1年だけだったようです。父親は元プロ野球選手の徳竹貞之さん。1970年まで中日ドラゴンズの三塁手として活躍。郷ひろみさんは奥様の徳竹里奈さんについて、私の両親も大切にしてくれる女性と話しています。郷ひろみさんと徳竹里奈さんの出会いは2010年に知人の紹介で出会ったそうで、その後交際に発展し、交際期間2年で結婚になったそうです。スーパースターの一面だけでなく、私生活も支えてくれる女性に出会えて本当に良かったですね。松田聖子さん、結婚時50歳、現在も世界の第一線で活躍する。1980年代の日本を代表するアイドル松田聖子さん。そんな松田聖子さんは50歳の時に、2012年6月に慶応義塾大学医学部准教授の川名博雅さんと結婚しました。川名博雅さんとの馴れ初めは、番組収録中に歯が痛くなった松田聖子さんがフジテレビの診療所に行った際、たまたま担当していたのが川名博雅さんだったようです。それから松田聖子さんから積極的にアプローチがあったようです。最初は聖子さんからのアプローチだったんですが、最終的には旦那さんの方が夢中になってしまったそうですよ。そりゃそうですよね。僕も聖子さんにアプローチされたらって考えただけでも。布施明さん、結婚時65歳、歌手の布施明さん。オリビアさんと離婚後は特に浮いた噂などなかった布施さんですが、2013年春突如歌手の森川ゆかりさんとの熱愛が浮上。当時布施さん65歳、森川さん50歳。そんなお二人の気になる馴れ初めですが、やはりお互い歌手ということで音楽を通じて知り合い、お互いのライブに観客として訪れている姿を目撃されているほか、森川さんが2011年末に発表した25周年記念アルバムでは収録曲のバックコーラスを布施さんが務められるなど、お互いの活動を支え合いながら静かに愛を育まれていたようです。森川さんと結婚を決意した理由についても、2012年の夏に自宅治療していた布施さんのお母さんが亡くなり、その看病の疲れが出たのか、布施さん自身も10月には体調を崩し肺炎を発症し、その治療中に昔お父さんが大腸がんで亡くなっているため、ついでに検査をすると初期の大腸がんが判明し手術されたそう。その際森川さんが付きっきりで看病してくれたことで、全てにおいて彼女が必要と感じたのだということです。本当に素敵なご夫婦ですね。桃井かおりさん、結婚時64歳、女優として現在は自宅をロスに構え、海外にも活躍をしている桃井かおりさん。実は結婚をしたのは比較的最近で、長い間事実婚状態でしたが、2015年1月に結婚をし、夫の名前は宇都宮和夫さんという音楽プロデューサー。なんとお互い初恋の相手であり、50年越しの結婚だそうです。その馴れ初めは、出会ったのは実は9歳。桃井かおりさんは9歳の時にロンドンに留学しており、その時の同級生が現在の夫宇都宮和夫さん。父親同士が親友で家族ぐるみで交流があり、お互い初恋。子供の頃に宇都宮和夫さんは桃井かおりさんに好きだと言われたことがあると言います。しかしそれ以降はほとんど交流がなく、再会したのは2005年。桃井かおりさんが2005年のハリウッド映画さゆりに出演をするため生活の拠点をロンドンに移した時に再会。そして間もなく正式に交際を開始。その後事実婚状態だったそうですが、宇都宮和夫さんの母親に報告に行ったら、結婚をするのかお墓に入ってくれるのかを聞かれ、結婚を意識するようになったのだそうです。そして桃井かおりさんは2013年7月28日に
僕らの時代に出演をして結婚をすることを発表し、2015年に結婚しました。そんなドラマみたいな出来事ってあるんですね。三谷幸喜さん、結婚時52歳。脚本家や演出家として活躍する三谷幸喜さん。あの人気ドラマ、古畑任三郎の脚本を務めたことで、大ブレイクを果たしました。そんな三谷幸喜さんですが、2013年7月に19歳年下の、元女優のゆまさんとの結婚が話題になりました。その時、三谷幸喜さんは52歳、ゆまさんは33歳。きっかけは2013年2月に、三谷さんが大切にしていた愛犬を亡くしており、失望していた時に精神的に支えてくれたのが現在の奥様ゆまさんだったとのことです。そこから三谷さんはゆまさんとの結婚を意識し、二人は一緒になることを決めたようです。中村梅雀さん、結婚時50歳。可愛らしい笑顔がチャームポイントの俳優中村梅雀さん。そんな中村梅雀さんは2006年の時に25歳だった瀬川久子さんと結婚。瀬川さんは中村梅雀さんと同じ前進座に所属していて、出会いは職場だったみたいですね。この時中村梅雀さんは、最高の人に出会った、50年生きてきてやっと心の居場所が見つかったと語っており、ものすごい惚れようだったみたいです。その後2015年7月に妊娠を発表。2006年に結婚していますので、2015年まで9年間子供に恵まれなかったみたいです。妊娠に関しては、東京で熊の肉を食べ、熊本で馬刺しを食べたからだなんて中村梅雀さんがインタビューで答えています。中村梅雀さんは59歳、瀬川久子さんは34歳だったので、喜びもひとしおだったようです。爆笑問題、田中裕二さん、結婚時50歳。お笑いコンビの爆笑問題の田中裕二さんとタレントの山口萌さん、2015年10月に結婚を報告。2人は2000年のバラエティ番組号外爆笑大問題からの長い付き合いで、田中裕二さんはもともと山口萌さんのファンだったそう。2人は番組での共演で知り合い、その後に東貴博さんと安めぐみさんの結婚式で再会し、そこから連絡を取り合うようになったそうです。その後、田中さんから交際の申し入れがあったものの、当時山口萌さんには2人の子供がいて、恋愛のことを考えていなかった山口さんは、今子供が一番大切ですと断ったそう。しかし田中さんからは、そんな萌ちゃんが僕は好きです、なのでちゃんと子供の未来を考えたお付き合いをしたいですと言われ、交際をするに至ったと語っています。また結婚を決めたきっかけが、山口さんの娘が7、8歳の時の誕生日パーティーを開いたんです。そこに彼が仕事終わりで帰ってきた時に、みんなのいる前で初めて娘がパパって言ったんですよ。それを聞いた時に、この子はパパって思ってくれてるんだと思って、その後にプロポーズしていただいてと明かしていました。田中さんの包容力で結婚へと至ったようですね。現在でも夫婦で CM 出演されるなど、仲の良さがうかがえますね。本当に羨ましい、また嬉しい限りです。いかがでしたでしょうか。50歳を超えてからの結婚、さまざまな覚悟が必要だったと思われますが、皆様本当に幸せな家庭を築いていますよね。人間的成熟がそこにはあるからかもしれません。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。